新庄パン、トイトゥーラーイサム。今日は、この間ね、ショートにアップしたジャンプをして後ろから回転して切るというものを、解説したいと思います。まあ僕ら、パフォーマンスとかでね、海外でやるんですけど、その時に結構この回転切りっていうのはやっぱ受けがいいんですよね。派手なんで、なので結構取り入れるものなので、もしよければやってみてください。それでは行きましょう。では、ね、今日やる動きはこちらですね、はい、ジャンプして後ろから回転をして最後横に切るというものになります。で、これで、ね、ポイントとしてはですね、両足でジャンプします。まあ、片足でもいいんですけど、基本的に両足で、ね、飛んだ方が高く飛べるので、なので基本的に両足で、ね、飛びます。そして飛んで一番高いポイントに来たら刀を振ります。で、最後着地ね、着地は静かにドスンってならない、スッ静かに着地、はい、この3ポイントがこの動きに大事なことなので、これを、ね、意識した中でやってみてください。さあ、ではまずはですね、最初は右足が前ですね、刀の構え、右足が前から左足を一歩出す、出したら膝を曲げて、ここでバネを使う、はい、このままジャンプポン、はい、こういう動きですね。もう一回いきましょう。ここからジャンプストン、はい、この動きですの、ジャンプしてる最中にこれを振りましょう。はい、こういう動きで、この刀で切った、ここで切りました、この腕は勢いでこっちまで行っちゃっていいです。スンで着地するときに手をついておりドン、はい、ここで止まりましょう。もう一度です。ここからワン・ツー・スピン、ワン・ツー・スピン、はい、こういう動きになります。この動きっていうのは、この動きだけをやっぱやることはなくて、私たちはパフォーマンスでカンカンズンズンズンとかやって、最後にフン、はい、最後に切ったり、これをやってからスンフッ、こういうふうにね、次の動きにつなげたりとかでする、なんだろう、この動きだけをやるんじゃなくて、いろんな戦いの中でここにこの技を入れたら派手に見えるだろうっていうところにこれを入れます。勢いだけでね、うったこういう感じになると逆にかっこ悪くなるので、勢いはこの飛ぶところだけ、あとは冷静にスン、最初の冷静にフッ、ここからここだけ頑張ってスッ、あと冷静、はい、じゃあ3回一緒にやりましょうか。1、2、3、はい、1、2、3、ラスト1、2、3、はい、 OK です。はい、この動きぜひトライしてみてください。Thank you for watching. 今日は以前ね、ショートに上げたジャンプをして回転して切るという技をこのロングビデオで解説してみました。最近は私はね、ショートの方で簡単な動きを、そしてロングビデオで解説するということをやりつつ、ゆりの方はこれからもね、日本を紹介するというコンテンツをアップしていこうと思っています。まあ、基本的に皆さんが見たいものって何かなということを考えながらやってますので、もしこういうのが見たいとかあればコメントしていただけると助かります。はい、でライブ配信をね、最近結構やるようにしています。というのもライブをするとね、なんかたくさんの人がね見てくれるんですよ。でたくさんの方が私たちを知って
チャンネル登録もしてくれるので、例えば私がねここに来る途中の日本の風景をライブ配信したり、それから私たちがやっているサムライユニバーシティの刀クラスの模様をね、ちょっとだけですけれどもライブ配信したりとかしていますので、まあ、これからもですねちょっと注目して見ていただけると嬉しいです。そして我々サムライアーティスト、サムライギャングは海外でのパフォーマンスをしたり、大学や個人に行ってパフォーマンスしたり交流会をしたり、それからオンラインでですね日本から何ができるのかなって考えて刀をズームを使って皆さんにお伝えするということだったりとか、我々が日本でしか買えない着物を選んで皆さんにオンラインで送ったりとか、あとはこの私と同じ刀をですね日本で作って皆さんに届けるとか、そういったことをですねやっていますので、よければ概要欄のホームページを見てほしいなと思います。それから、ご希望などがあれば、メールアドレスもありますので、そちらからね問い合わせしてもらえると嬉しいです。はい、ということで、これからも日本にいながら、サムライギャングの我々が何をできるのかなということを考えながらですね、いろんなコンテンツやっていこうと思いますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。それからグッドボタンね、少ないのでぜひ皆さん押してくれると嬉しいです。はい、それでは、今日の動画は以上です。また次の動画で会いましょう。タンビエ。